キングフィッシャー航空はかつてインドのベンガルール国際空港を本拠地としていた民間航空会社国内線のみの航空会社として2004年に創業し2005年より運航開始したが2007年に国際線参入の発表を行った2012年10月全便の運航を停止し2013年2月運航免許が停止された キングフィッシャービールの製造会社ユナイテッドブリワリーズ社の参加企業2004年にビール会社のユナイテッドブリワリーズ社によって設立2005年5月に国内線へ就航したその後急成長を遂げて航空機を多数発注したが同社の深刻化した経営不振問題のため2013年5月現在全ての運航が停止している2007年2月 エアバス A380 型機を5機を購入する契約を結んだ。これにより、インドとアメリカ合衆国の間に国際線を就航させる予定だった。また、ロンドンや香港、ドバイなどへの中長距離国際線をエコノミーとビジネスの2クラスで運航し、2004年設立の新興航空会社でありながら、スカイトラックス社の航空会社格付けにおいて、シンガポール航空や キャセイパシフィック航空と並び、5つ星を有する、世界で数少ない航空会社だったが、スカイトラックス社は、現在、同社のランキングを5つ星から外し、ランキングを保留にしている。2010年2月23日にワンワールドへ加盟すると正式発表したが、同社の経営不振が深刻化していることが問題視され、ワンワールドへの加盟は保留となっている。 エアデカンは2003年8月に設立された格安航空会社であったベンガルール国際空港チェーン内国際空港を拠点にインド国内の65都市に就航していた2005年本拠地が同じベンガルールである格安航空会社のエアデカンへの資本参加を表明した2007年12月に2008年3月までにエアデカンと合併することを発表 存続会社をエアデカンとするとともに、存続会社名をキングフィッシャー航空とした。これにより、インドで第2位の規模の航空会社となった。エアデカンとして運行されていた便は、キングフィッシャーレッドというキングフィッシャー航空による低価格サービスの一つに組み込まれた。末期の同社は、経営不振が続き、 2011年7から9月期の決算では46.8億ルピーの赤字を計上するなど資金繰りに急する状況に追い込まれていた。同年11月には不採算路線を中心に約200便の運行休止に踏み切ったほか、2012年1月にはキングフィッシャーレッドの営業を休止、また2011年10月には参加の F1 チームである。 オースインディアの株式の一部を売却している。しかし、経営状況は低迷したままであり、2012年2月には、再び大規模な運行休止に追い込まれたほか、航空連合のワンワールドへの正式加盟も延期する事態となった。3月に入ると、7日に国際航空運送協会が、同社便の航空券の発券停止を発表、21日には、同月25日より、 国際線の運行を全面的に停止すると伝えられ、24日には結構便の航空券の払い戻しが困難になったと報じられた。以後も従業員に対する給料の未払いが続いたため、同年10月1日より一部の従業員がストライキに突入。これに対し会社側は従業員のロックアウトを行った結果、国内線も含めた全便の運行がストップした。 ロックアウト中の労使交渉も妥結には至らず、運行再開の目処が立たない状況が続き、同年10月20日に、インド航空当局より営業免許停止処分を受けるに至り、事業再開が極めて厳しい状況となった。その後、従業員との協議は妥結したものの、航空機リース会社や空港等への支払い届降りなどをめぐり、 インド航空当局がキングフィッシャー航空の資金計画に疑問を呈していたため運航再開がさらに延期されキングフィッシャー航空は親会社のユナイテッド・ブジュワリーズなどの UB グループにより資金が提供されるとしていたがインド当局はこれを認めずついに運航許可更新の期限が切れてしまった2012年から2年間は運航許可を再取得することが可能なため 2012年12月31日付で運行許可を再申請したことを発表した。インターナショナルリースファイナンスは以前からキングフィッシャー航空に対しリース料が支払われていない状態のリース機の返還を求めていたがインド政府により返還が引き止められていた。しかしインドデリー高等裁判所での2013年3月15日付の判決をもとに エアバス A321 を一機、2013年3月25日に取り戻すことができたと発表した。キングフィッシャー航空は運航を再開する予定があると発表しているものの、2013年5月現在も運航を再開されていない。一時期は、インターナショナルリースファイナンス、エキャブ、バックアビエーション、アビエーションキャピタルグループ、アワスなどの航空機リース会社から、ピーク時には、 およそ60機をリースしていた。しかし、運航開始間もない航空会社は、黒字化になりにくい点や、インドでは他国と異なり、貸し手の権利が担保されておらず、機体記号登録を削除されたキングフィッシャー航空へのリース機材や、エンジンが機体から外され、そのエンジンが、盗難にあったか、または破損しているなどの報道もあった、リース機を取り戻すために、リース会社は、 多大なる苦労を負っている。その後、キングフィッシャー航空が使っていた IATA コードの IT は格安航空会社タイガーや台湾に割り当てられた。後に航空業界調査会社の幹部はキングフィッシャーが経営不振に陥った理由をインド政府の規制、航空業界に障害をもたらす政策、高額のジェット燃料費と指摘している。また、 最終的に経営破綻した結果、キングフィッシャー航空のワンワールドへの加盟もなくなった。ベンガルール、ムンバイ、デリー、コルカタを拠点に、インド国内70都市以上に就航していた。ヨーロッパアジアエアバス A320 型、キビ J マリア所有のプライベート機2013年現在、運航可能な機体は、ビジェイマリアのプライベート機と数機の保管機体だけであり、 それ以外の機体はリース会社に返却後、他の航空会社などで運行されている。したがって、ここでは保管機体のみをカウントする、キングクラブマイレージサービスである、下記の航空会社と提携している、1996年にベネトン、そして2007年度より、海一チームであるトヨタ海一チームのスポンサーを、務めていたが、2008年度より、スパイカー海一を、 BJ マリアが共同買収をし、ホースインディアとして参戦することから豊高い一との2008年末まであった契約を解消した。2010年現在は中堅チームとなったホースインディアチームのメインスポンサーとなっている。ありがとうございます。